よくあることで、初めての試みなんですけれども、皆さんにこう実際に生でペン回しのこう魅力っていうのを伝えていくっていうイベントですね。もともと、ペン回しというのは個人が、活動していたんですけれども、いろんなマスコミとかに注目されることになって、こう団体となってペン回しを伝えていった方が、いろいろと便利じゃないかということになって、協会という形で、団体を作ったんですね。ペン回しは人によってそれぞれ捉え方が違うんですが、スポーツと捉える人もいますし、芸術と捉える人もいますし、ジャグリング、いわゆる芸ですねと捉える人もいます。私の中では、趣味、それでも、ジャグリングには入れたいなと思ってます。人とこう競い合うというよりは、自分でいろんな技を覚えていったり、綺麗な技をしていったりっていうのが好きですね。一番好きな技はこう行ったり来たりしているハーモニックという技です。これは手軽ですし、一回できると何回でもできるようになるので、とても好きです。そう、例えばこう ドラマっていう技なんですけども、下から上に上げる、これはとても好きですね。はい、難しい技っていうのはこういう技です。これが難しいですね。私は4ヶ月かかりました。朝起きて朝ごはんを食べて歯を磨いてから練習を始めますね。よくやることは今はちょっと仕事の関係で時間減ってるんですけど、ずっとペン回しがずっと本当に1日やってた頃は1日にも 4,5 時間練習をしたっていうのもありました。